食べていきたいと思います。一応本日ご用意しておりますのは飲むヨーグルト、それから熱い、あの熱いスープがよく家内の取れると韓国人の方から聞きましたので、お吸い物、それからマヨネーズ。本当はチーズも準備しようと思ったんだけど、なんかちょっとめんどくさかったのと、あとチーズってそもそも熱いやんか、意味あると思って、熱いから意味あるかなと思ってやめました。辛そう。ちなみにマックデスソースか、鬼デザインのあれです。嫌やなマジで、ほんまに食べたくない。なんかこういうな、絶対、しかもこれセナの買ってないやつやけど、美味しくないやん。だってこれ絶対。ちなみにね、下でもカメラ回してるんで、後で動画ちょっとアップしようかなと思って、見てここにニキビできた、後でちょっと動画アップしちゃおうかなって思って。いやー怖いな。でもこれはね、こういう気は結構一気にいっちゃった方がいい気がするんよね。ちょっと飲むヨーグルトで膜張って、だってこれどう考えても美味しくない。その美味しい辛いのは好きやけどさ、ただ辛い思いしたいわけじゃない。ド M やん、そんな。早速ド M やん。いやもう最初からマヨネーズかけたい。なんかいい匂いせえへんもん、あのカラカラ王とかと違って。あのこれはあの前の配信であ、これ本当はマーク消してなかった。オッケー。これはですね、前回のあの何カップ麺10杯チャレンジに失敗したので罰ゲームです。さあそれでは、途中で飲み物はダメだよ。どういう嫌がらせじゃあ早速食べていきたいと思います。実は下にもカメラがあるんでね、いただきます。ほら、食べていきます。見えてますか。めっちゃ怖い。
と思います。実は下にもカメラなんでね。やばい、喋られへんかった。待って、これ命の危機を感じた。痛い。赤色。待って。む、あかん。痛い。やばい。
ょっと喋られへん。いや、そう、ギブアップです。待って、この陣地を、これ陣地を超えたっていうよね。こんな陣地を超えた辛さやと思わんかった。いて、辛い、熱いスープを飲まないと。熱いスープを飲んだら辛さ増すんですけど、痛さとか飲まないと引かないみたいなので、頑張って飲みます。なんでかしらけど鼻とかもめっちゃ痛い、スースーする。はあ、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 めっちゃ赤い、痛いです。辛いんじゃない、痛い、いった。普段結構カラカラとか食べてるんですけどね、まあ、ただやっぱこれはあかんわ、これ。え、マジで、その一回死ぬかと思った、さっき、ほんまにやばい。タイトル変えよう。痛い、鼻が痛い、なんかちゃうけど。食リポ、なんか鼻が今度痛くなってきた。辛さが移行してるんかな。半身つけてないのに。匂い嗅いだだけで、もしかして鼻が痛いのって。めっちゃ鼻ヒリヒリする。いや、感触とかいうレベルじゃない、口に入れてるだけで地獄。ガンバーじゃない、ガンバーじゃない、もう、いや、びっくり、え、何これ。ちょっと辛さ収まってきて、あと痛いの鼻だけなんですけど、何これびっくりした。いや、あの、なんか蒙古タンメンとか、プルダックとか、プルダックポックミョンとか、そういう系は全然食べたことあるし、辛いとはいえどこんな破壊的な辛さじゃない。なんか寒くなってきた。めっちゃ美味しい。ああ、もう辛いけど美味しいとかは感じる余裕がありません。が、まあ、うん、美味しくないと思う。でもマジで、でもなんかこれ結構破壊的な辛さやもん、これ。なんかそのカラカラ王の辛さとは全然違う。破壊的、破壊的。多分もしかしたら辛いの得意な人が食べたら美味しいんかもしれへんねんけど、ちょっとあの味を分析する余裕なんぞありませんでした、すいません。ただひたすらに辛い。あ、さっき言った通り赤色です、赤色。ただあの物的に、物で、物、物、物で好きな色はピンクです。ピンクと白と黒の組み合わせが好きかも。あと、あの結構ピンクゴールドとか好き。
ピンクゴールドのものがあったら、なんかそういうなんか例えば化粧品とか、こうなんかコンパなんていうの、パカってパタパタみたいなパフの入れ物とかがピンクゴールドだったり、時計とかちょっとしたものがピンクゴールドだとめっちゃ嬉しい。いやこれはもう、あそう赤色です、ごめん止まるってあれでしょ、あの花かっぱ花かっぱは、あ確かに好き、数年前花かっぱのモノマネしてた。あこれねニキビできた、珍しいよね背中ニキビって。やっと辛さ収まってきた。鼻だけ今なんで鼻が痛いんか知らんけど、鼻のこの入り口のとこはヒリヒリしてるから、あ、何やろ、なんでやろ、ワンちゃんそのペヤングを匂ったからかもしれないですね。なんか花かっぱ別に好きやけど、そんななんか好きなキャラクターですっていうほどじゃないか。でもまあ普通におもろい。シュンカシュートアッサヒールバーン花咲けかっぱうーかいかな、それなりには知ってんね花かっぱのこと。おでんくんとかも知ってる、ガングロたまごちゃんとか。一口でやばい、えってかもうやばいもう破壊力がえぐい。人間の辛さじゃん。 YouTuber とかよう、いやなんかプロダクポックンミョンとかでなんかわかんねんって、まだ辛いけどさ、あいつらもすごい辛いけど、いやもうこれはちょっとあかん、あかんです。好きなキャラクターはあのジャンプ系のキャラクターが多いんですけど、これから言います、これからあの言います、ヒロアカ、ナルト、ワンパンマン、テンスラ、あの最近にダーウィンズゲーム見てます、ダーウィンズゲーム。他は他セナが好きな、あのあれ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 、なんやろ、あと何言ってない、セナが好きなやつ、ほんとジャンプ系が多いんですけど、誰かセナの好きなやつ知ってたら教えて。前に一回ツイートしたことあった気がする、あーでもこのアカウントではないから、何やったかな、あとはジャンプ系ばっかですね。あもちろん鬼滅も好きです、もちろん鬼滅も好き。あじゃ あのキャラクターまた後でツイッターに載せます、聞こえてる、ツイッターに載せるので見てください。ちょ鼻が痛いのなんでほんま、負けるな、だってごめん負けた尋常じゃないぐらい負けた。辛麺屋一輪、あ行ってないかも、え分からん、行ったかも、あなんで見たことあるか思い出した、セナあの店舗には行ったことないんだけど、あのあれ食べた、あの激辛のね、なんかあれどこだっけ、新大久保、大久保らへんのなんか広い公園みたいなところでなんか激辛フェスみたいなのやってたのがあって、それに行った時にその一輪っていうところのやつ食べた、ラーメン美味しかったよ美味しかったです、そこのは食べてないよ、うん、タイトル見てよ、負けたよ、あの
人間の食べ物じゃないあれは。あ、そうなんや、店舗では行ったことない。その大会で食べた激辛フェスみたいな。ぷぅ、なんか鼻が痛いのが取れへんねんけど。ああ辛い。やっと辛みは取れました。鼻まだ痛いけど。ということで、もうこれは人間の食べ物ではありません。あのなんかマヨネーズをかけたから食べれるとかいう辛さではなかったです。小松的には。途中で切れちゃう。なので私はもうやめました。やば、こんなやばいと思わんかった。あの食べない方がいいです。どれだけ食べ物に困ろうが、あの食べ物に困った時はあのタレを抜いて、タレじゃなくてお家にあるソースをかけるなり、何か別の味付けをするなりして食べてください。天一の近くにあるということで行ってみたいと思います。もう食べた、絶対に無理。もうやばい、こんなに無理やと思ってなかったです。あーもうやだ、チャレンジ失敗じゃん。ラーメンの今日、あ全然見えない、ラーメンの T シャツ着てチャレンジしたのに失敗に終わりました。ガクーンそうね、はあ、マジでやばいよ。はいどうしようかな、なんかなんか食べたいなみたいな気持ちにもならないんだけど、その一輪の味を思い出す。その一輪っていうラーメン屋さん美味しかったんで、いやそのフェスに出てたやつは美味しかったです。なんでなんか今一輪みたいなラーメン、あれすごいなんかちょっと変わった麺やって美味しかった。なんか食べようかなっていう気に。そうなんかすごい変って言ったらあれや、なんかカロリー、ああそういう麺なの。なんか眉毛ない、もしかして取れた。激辛ペヤングがやばすぎて眉毛取れた。ん？なんか、ん？あれ？なんか眉毛が変だぞ。描けない。ほら、なんかここだけない。ディン。激辛ペヤングがやばすぎました。ということでチャレンジ失敗です。チャレンジっていうか罰ゲームだったんだけど、ちょっと人間が食べていいカラスではなかったので。すいません。プルダックポックミョンなら食べれるから、今度プルダックポプルダックポックミョン今度食べたいと思います。はあ、疲れました。辛さに疲れました。あーなんかあれやね、なんか今日と明日とあれなんですよ、すごいすいません服散らかってるのなんか今日と明日と今日と明日青いついてるんじゃないの。いやみんなさ、セナにニキビができひんすぎるからって、そんな珍しいがらんで、これニキビです。
ニキビだよ、それは。珍しくニキビを作ったんですよ。ちんちゃいてんてんてんとかだったらもらったりとかするんだけど、こんなに大きいのはね、あんまり見たことないよね。なんかもう自粛ムード、自粛でさね、ね、嫌になっちゃうね。そうだからね、明日は本当はなんかその平日がライブ行けないっていう人用に明日本当はライブあったんですけど、それがライブがなくなっちゃって、4月7日のライブ行きたいのにプレミアムチケットが手に入らない、どうしようどうしようっていう人のために、明日ほんまにちょっとの時間だけ渋谷に立って、もうただひたすらにあのプレミアムチケットを渡し会みたいなもう感じになっちゃうんですけど、ビラ配りって言われて、ビラ配ろうと思っても人いないし、多分むしろあの多分あのあんまり話しかけることすらあんま良くないんじゃないかなって、私はその自粛ムードだからっていうので思っちゃって、なんか私がビラ配りしますって言った時もなんか、こんな規制かかってんのにみたいな感じのリップとかもあったんで、なんかちょっと色を考えたんですけど、でもやっぱりねプレミアムチケットをどうしても渡したいじゃないですか。だからどうしよっかなって思って、まあ、やっぱりその時間もフライ、ビラ配りっていうよりかはもう完全にあなたに渡すためだけに立ってますここにっていう感じで立ってるので、ねあのもう取りに来る人は取りに来るって言ってください。あのじゃないともう多分その取りに来るって言ってくれた人に渡して終わりにしようかなって。でもともと29日もそのチケットがを取りに来るのも兼ねて見に来てくれる人とかもいたりとかしたので、なんでもうそうでもどうしても渡したいし、どうしよっかなって、もうほんまにお家まで郵送したいぐらいの気持ちなんですけどうんね、どうしたらいいかな。そう大体ああいう感じでね、お家にいつも服が溜まってきて、あそこにたくさん溜まったら洗濯物回すって。でも最近ちょっと洗濯物が落ち着かなくて困ってるんですよね。なんか毎日洗濯するんだけど、そのさもう暖かくなってきたから暖房をつけないからさ、洗濯物が乾かなくて、でも暖房をつけたら部屋暑いしどうしようみたいな。ニキビなんかニキビ用の絆創膏みたいな売ってるかな。まあそういうお金で考えてるんですけどね。まあどうせ文句言う人はあんまり、どうせコロナがなかろうと来ないような人なんで、まあだったんで、まあなんかはいはいどうぞっていう感じで思ったんですけど、でもやっぱり自粛命令出てるから、もうどうしたらいいの、どうしたらいいと思う、みんな教えて。うん、やめた方がいいの、明日渡せる人だけちゃちゃって渡してセナ終わるつもりなんだけど、だってねせっかく明日もともと開けてくれてて、しかもせっかくね4月7日も来てくれるって言うんだからね、お吸い物って美味しいよね。うん、だからもうちゃっちゃと、もうなんかプレミアムチケットは確かにみたいなもう感じになっちゃうんですけど、あのもしちょっと平日のライブ行けなくて、どうしても土日じゃないといけないんだけれども、だけど4月7日のプレミアムチケットがどうしても欲しい、あるいは小松セナのフライヤーどうしても欲しいっていう方がいらっしゃったら、ぜひ今言うかリプか、やっぱちゃっちゃとがいいかな。見てこの偉そうな、見て偉そうにして体の幅を取ってこう散らかってるのを隠すっていう、どう？なんか今自粛かかってるのがさ、ほら土日祝日、その週末のあれを控えなさいっていうあれやん。31は怪しいの？
平日やんだって。なんかセナはそこすら危ういというような話は聞いてないけど、怪しいのね。もうどうなんだよ、どうなのよ。でも多分セナ的にはそれ平日やから大丈夫なんじゃないって思うけどね。大変だよね、いろんな企業さん。めっちゃお吸い物美味しい。なんかさ、スーパーとか行ってもさ、なんか平日の夜も、そうなん？そんなこと言ってたん？週末はって言ったと思った。どうなんやろね。もうどうなんやろ。わかりません。もしも小松瀬奈にヒゲが生えたら、どう？私はね、配信が終わったらこのペヤングを洗って再調理し直そうかなと思ってるんですよ。洗って洗って綺麗に洗って、まず表面の辛いものとかを取りまして、そこからちょっと味付けをしてなんか作ろうかなとか考えてるんですけど、どう思いますか？まあショックだ。麺のリサイクルです。あー、なるほど。洗ったらなんとかなるのかチャレンジあり、やります。じゃあ後で動画、あ、それしよう。今から洗って、これから洗う時とか動画撮ってやろう。やります、やりましょう、やりましょう、やりましょう。え、なんかさ、今ってなんかもうセナさ、ほんまに何も把握してないんやけどさ、出前とかってやってるんかな？ソースとか、まずそう。何ケチャップって、ソースは分かるけど、でもセナもうこれは結構別物に変えようと思ってて、普通に中華だしとかニンニクとか入れて、もうこっち、あれいつもはだったら豆板醤入れるんだけども絶対入れない。今日は何入れよっかなと。温玉は最後に絶対入れます。やばいやばいやば、これ分かった。なんか分からんけど辛い成分が手についてる。目痛、目かいたら目痛い、目ヒリヒリするわ。あ、そば飯あり、あ、そば飯あり。そば飯あり。ほんまにやばいわ。
今匂い匂ってるの。ほんまに、でも匂いだけではこんなに辛いってわからんかった。いやマジでほんま、やばい、手についた。あ、なんか、いやー、はい、ということで勘違いかも。な、何が勘違い。うわ、ティッシュなくなった。ということで、罰ゲームすらも達成ならずということで、これからアレンジして調理して食べていきたいと思いますなんかみんな暇やな絶対。土日どうする、何する。まあ私は明日だんだん集まって練習するんですけど、で明日練習して、明後日がなんかまた宮田さんが、まあ本人は面白いことみたいな言ってはるけど、まあ候補生からしたらただただなんか怖い恐怖の面談、なんか面談何面談って。レッスンはまだありがとうございましたけど、何面談ってという感じのことがあるらしいですので、もう一度挑戦する。もう絶対やん、勘違いって。あ、そういうこと。もう勘違いなわけないよ、あんな辛いの。一口食べただけで、あれ、アイス一本、あ、でもね、飲むヨーグルトも水ももう本当に何の効果もなかった。本当にもう口がヒリヒリして辛い時はもう飲むヨーグルト一切効果ないです。はい、やっぱアイスと熱い飲み物やね。熱い飲み物はもうね、飲むのにもうその飲む瞬間はもうマジで死ぬから、その後取れるんか知らんけど、飲む瞬間はマジで死ぬ一回。でもアイスすらももう効かんけど、まだアイスが一番こう戦ってくれたなっていう感じ。辛いペヤングの、いやもうそんなんやったらもう普通のペヤング食べるやろみんな。あ、分かってね、愚かなチャレンジをした人用にアレンジレシピを考案しましょうか。いや私は普通にね、最初なんか焼きラーメン的なものを作ろうとしてたんですけど、でね、おむそばとかでもまあ全然いいと思うんですけど、なんかセナはね、今それよりもなんか出前が取れるのかなって今も思い出してて、なんか出前食べたいなって出前が食べたい。まあでも最近太ってきたんで、ちょっとあかんなって思って痩せます。やめとこ出前、おとなしくアレンジレシピ考案しときます。アレンジレシピ、なんかみんなさ結構、あー、こんなことしてないかな、なんかインスタン、袋麺のね、例えば味噌ラーメンやって味噌ラーメンの粉をなんか袋だけ置いとくとか、そういうことってあんま誰もせえへんよな。小松ぐらいやな、そんなことすんのまあそういう感じなので、皆さん今回激辛ペヤングに負けましたので、この後こいつらは捨てずに美味しくいただきます。アレンジして美味しくいただきますので、またツイッターに上がる動画楽しみにしててください。確かになんかもう目染み込んでそうやもんね。お湯で洗おう、お湯で。お湯じゃないともうこれ取れんから、多分。ということで皆さん、今日も配信見てくださってありがとうございます。これからアレンジして食べていきますので、また後で動画見てください。それでは小松瀬奈でした。バイバイ。バイバイ。